光陵、魔王の居城安土の地に向いて織田豊臣の両勢力が激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか、棟梁。先代に続き魔王は我らです。それに豊臣は我らへ。来よう孫一、こんなところ。刑事、さすが孫一。言いたいことは分かった。行くぞ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼夢だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。刑事、話してみる。我らが見定めるべきものがこの地にいると。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやつでさ。まず聞こえたその男が、よもや魔王だなどと口走るつもりはないだろう。違う違う、言わない言わない。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。この戦の勝者が天下に王手をかける、それは誰にも譲れない。我らを導け。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東条の名のもとに参陣つかまつる。来たな絆の、ぜひたどり着いてみせてくれ。窮地にありてこそ熱く燃えよ。それすなわち聖である。お前は道を行く者か。我らの強さ、それは互いを補えることだ。秀吉様と俺とじゃくぐってきたものが違うんだろうな。なお一層燃えたぎれ友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。世は本陣にてまとう。さあ来い友よ。来て、ヤタのカラスの鳴き声を。我らを導け。ご安心くだされ、我らの優位は揺るぎませぬ。それしきに危ぶむならば物の器もそげまでぞ。敗北は許さぬ。覚悟せよ。お任せくだされ。わしは自然に染まれ。再開延長破砕せよ。この両腕を精一杯広げると。所詮は糸竹か。じれたが末に遺産を求むるなど稚児の行いぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。信長公、秀吉殿、わかれ。
そしてまだ見ぬ最後の帝。あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。徳川、あの裏切り者が、またのカラスの鳴き声を、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今、この時に。うろたえるな、我が軍はこの場にて家康を迎え撃ち。うつけ二人の組み合いなど好きにさせておけばよい。よい、総力をもってより当たらなんだ。その豪華ミスに。よく言う。止まれ、再火延長。火災せよ。けたか、なれば魔が解きぞ。そが何ぞ。武装が甘い。整えれば見違えるはずだ。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。大家として生きることもできる。この戦を生き延びれば。ふっ、この手調べよ。力と知力を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。不国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。惑わず臆せず、心の骨するままに行け。世のあった場所はその先だ。日の本、織田の威風をいざ広めようぞ。水のひとときを遮るか、慶応が。我が国は民、軍は強兵である。いざ進め。いざ承知。やがて来たる熱き時代、吹く風となり、望むがまま遊ぶがいい。見ているか、天よ、我ら人の子の三山式。紅蓮に染まれ、再火延長。破砕せよ。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。提示てみせよ家康。力を射取り危機し、それでもなお逃れぬ者よ。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。所詮は猿よ、偽りの王よ。良きかな。最下の棟梁か。どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだ、まだ我らはお前を認めていない。あえて言うな、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けた。しかと見ろ、これが我らの力強さだ。ここからだ、ウヌラのさらなる限り粘りを見たいな。ウスかシスか、二つに一つ。認めよう、お前の力は我らの互角、それ以上だ。借りは返す。
どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。わしとお前の絆を確かめる。そういうことだな。お前の言葉で言うなら、お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるべし。貴様らが我を見定めるだと。ふっ、志なき傭兵風情が図に乗るな。もとより我は貴様らの鉄砲玉など必要ない。邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまでよ。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だな。孫一、すまないが契約は改めて申し込ませてくれ。わしは今一度己を鍛え直さねばならないようだ。是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるな。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小づいたところで我の波動がどう。私はこの拳で全てを語ろう。目をそらさずしっかりと聞いてくれること。紅蓮に染まれ、再火炎長。火災せよ。望む。いいだろう。我らもこの火力、持ちうる銃弾のすべてをもって答えよう。待ちわびたぞ、この時は。魔王織田信長。騒ぐな御前、ラッパの目ガラスごときが何事かある。貴様に撃たれた仙台に最下孫一の無念の忠誠、忘れたとは言わせない。対魔王にも引けを取らない戦の中で練られてきた我らの武具、傭兵術、その身で最下を知るがいい。是非もなし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。魔王、スカイバンからの伝言だ。お前の死は今完全にある。スカイバン、あの小娘であるか。少子、世にとっての死が貴様であれば恐るるに足りぬわ。よっ、陸道輪廻を支配せし第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろうと、我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。受けた弾の重みで立ち上がれぬほどにな。我らを導け。余が首筋をかばうと思うてか。正直滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした。仙台よ、孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。
ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男、あんたにとって契約に値するのか、その目で見定めてくれないか。頼む魔王一。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。おお、秘術の民とは、これは珍しい客を連れてきてくれたものだ、友よ。ああ、この人はきっとあんたの運命を変える女神になる。我らは戦と共に生きる、それが道だ、それが大化だ。凶楽の王、お前の連れにふさわしいが、我らにこの男と契約しろと言う。ああ、別立ってくれ。俺はこの男こそ日の本に必要だと心のどっかで感じてるんだ。困ったな、またその話か。今や世は王の座を捨てた一人の道楽者、買いかぶりが過ぎるぞ友よ。孫一、俺は思うんだ。剣心が言っていたように、あと一つ民への思いが重なれば、この男は王の中の王になる。その可能性を見定めろとお前は言う。導け。友の戯りに付き合う必要はないぞ。それよりもその秘術、もっと近くで見せてくれ。天下創生を唱えるほど将軍としての力は未だ流星、器もあるだろう。が、一人で生きてきたこの男のこと、どこか不足は否める。どうしよう、せめてこの男に誠の友でもいればと思う。面白いな、その方の技は。世の知るあらゆる武家、あらゆる流派の立ち回りとも異なるぞ。この銃か、しのぐばかりと理解しよう。確かにこのカラスは翼が広い。それはおごりの始まりだ。我らを導け。今なお世が導く時代を望む友が、新しき時代が世を選ぶならばさもあろう。友よ、ここで終わるな。幾度でも立ち上がり落とし合え。聞こえた、捧げよう中華演武のマッチ下げ。お前が我らを見るのではない、我らがお前を見定める。我らは先へ。認めよう、お前の生き様を。契約成立だ。我らを使い創世とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいれば
その心配も無用だな。ずいぶんと気前がいいな。